モルドビア自治ソビエト社会主義共和国。モルドビア自治ソビエト社会主義共和国。ロシア語。ロシア語ラテンホンジ、モルドブスカイユ AV 島のナヤソベッツカイユ。サッチリスティーシャスカイユレスピブリカ。エルジャ語。エルジャ語ラテンホンジ、モードバシュジャジアバタノムノジサベッツクジャジ。ソーシャリスティチェスクジャジリスパブリカス。目モ語。目ャ語ラテンホンジ。 モードバスコジやバタノンレイジサベッツコジ、ソーシャリステススコジディスパブリカス、または、モルドビアアスルは1934年に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国内に、設立された、自治共和国。モルドビン人の自治共和国とされているが、実際には、エルジャゴア社とモクシャゴア社の二つのグループがあり、ソビエト連邦はこれらの二つのグループをそれぞれ、民族として、 正式に認めていた。モルドビア・アスルは26,200平方キロメートルの面積であり、モスクワの西南西、ニジニノブゴロドの南に位置している。北西部はオカイコールドン平原で、南東はボルガ高地になっている。領域内は木ャ川とスラ川とその支流が横切っている。首都はサランスク。 1928年7月16日に、モルドビン自治管区が設置され、1930年1月10日に和沿い、ボルガ連邦管区内のモルドビン自治州に変更された。モルドビンアスルは、モルドビン自治州の格上げという形で、1934年12月20日に、建国された。ソ連崩壊の時期にモルドビアの他の共和国や、 自治共和国同様に廃止され共和国として自治を宣言した。1992年3月31日以降は、モルドビア共和国として、ロシア連邦の共和国の一つになっている。1989年のモルドビアの人口は96万4132人で、人口密度は1平方キロメートルあたり37人の計算であった。 建国時点から人口が減り続けており、2009年の時点では83万3031人とされる。1987年時点では、都市人口と農村人口は55万1000人と41万3000人であった。また、1979年の民族構成は以下のようなもので、モルドビン人は3分の1程度になっている。ありがとうございます。